ただいまより本日のメインイベント、日本バンタム級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー118ポンド武藤所属、WBC 世界バンタム級7位、日本バンタム級チャンピオン安田美希。なにわの KO キング、 KO 率 81%、 初防衛を KO で決めるか。青コーナー挑戦者、117ポンド4分の3、定権所属、東洋太平洋バンタム級6位、日本バンタム級1位、山中慎介。トップコンテンダー、無敗のハードパンチャー、初めてのタイトル挑戦。ジャッジ宮崎久俊、同じく坂本翔吾、同じく阿部和夫、レフェリー川上淳。注目のハードパンチャー同士のタイトルマッチになりました。日本バンタム級タイトルマッチです。チャンピオンはこれが初防衛戦です。武藤ジムの安田美希夫、なにわの KO キング、そして青コーナーチャレンジャー山中慎介、初タイトル挑戦、無敗のままタイトル獲得なるか。さあ今試合が始まりました。注目のハードパンチャー同士の対戦、まずシルバーのトランクス、チャンピオンの安田美希夫、左を突いていきます、右構えです。一方チャレンジャーの山中慎介、サウスポー構え、左の拳を引いています。左の一撃で試合を終わらす、そういったパンチを持っています。まずはチャンピオンの安田美希夫が打ち込んでいきました。右のパンチは安田。さあその第一ラウンドの立ち上がり、サウスポー構え、右を出していくのが山中です。山中はアウトボクサースタイル、一方の安田はボクサーファイタータイプ。距離としては、ああ左、どちらかというと山中の方が長い距離を持っています。さあその立ち上がり、序盤まずペースを握りたいと話していたのは安田、逆に序盤はまずしっかり見ていきたいと話していた山中です。ただ山中は現在3試合連続で1ラウンドノックアウト勝利中。さあパンチを出していった山中です。解説は元 WBA バンタム級チャンピオンの六車拓也さんです。六車さん、はい、まず第1ラウンド緊張感のある立ち上がりになりましたね。そうですよね。もう少しチャレンジャー山中選手は、ね、行くかなと思ったんですけど、見て立ち、はい、見て立ってますね。そうですね、はい、やっぱりサウスポーとオーソドックスタイルなんで、どっちかというとサウスポーの方が得意、有利じゃないかなというふうに思ったんで、はい、前半から攻めるのかなと思ったんですけどね、落ち着いてますね。そしてゲストには長谷川穂積選手を迎えています。あ、ワンツー打ち込んできました。長谷川さんはここまでどうご覧になってますか。そうですね、まあ、どちらがまずプレッシャーをかけるかでこの後の展開がだいぶ変わってくると思うんですけど、今のところやっぱし、まあ、山中君がちょっとプレッシャーかけてますけど、ペース争いはどっちも五分だと思います。なるほど、プレッシャーの掛け合いといったあたりも注目ですね。さあその第1ラウンドですが、残りが1分になります。左を打ち込んでいくのは山中、失礼、安田です。さあしばらくこの相手を見ていこうという展開だった山中、両者利きパンチですね、山中選手は左、安田選手はやっぱ右、これのどちらが先決まるかでしょうね。なるほど、安田は右のストレート、そして左のフック、強烈なパンチ持っている左、接近戦に持ち込みたいのは安田です。ワンツー打ち込んでいく、タイトル初防衛戦のチャンピオン安田、シルバーのトランクス、そしてタイトル初挑戦チャレンジャーの山中です。青いトランクス、さあ距離を詰めていこうというところ、やり左のストレート山中です。第1ラウンド終了、日本バンタム級タイトルマッチです。
両選手の生命経歴を紹介いたします。それでは改めまして放送席ご紹介します。元世界チャンピオンの麦車拓也さん、そしてゲストとして長谷川穂積選手です。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは麦車さん、はい、非常にあの緊張感のある第一ラウンドでしたね。緊張感ありましたですよ ね。またあのお客さんが、ものすごいお客さんが入りましたですよね。今日はもう、はい、すごい雰囲気です。いい盛り上がりを見せています。そして長谷川さん、はい、まあ、同じバンタム級の選手のタイトルマッチということになりましたけども、どうご覧になりますか今日の試合。そうですね、まあ、今日本で見るバンタム級の最高のカードだと思うんでね、非常に緊張感があって楽しいです。ハードパンチャー同士の一戦ということになりました。両者とも現在山中が5連続、そして安田が3連続 KO ということで、 KO が続いている、乗っている両選手の対戦です。日本バンタム級タイトルマッチ10回戦大阪住吉区民センターで行われていますが、超満員ということになりました。今日は1000人収容するというこの住吉区民センターが満員、両選手に対しての声援が多く送られています。第1ラウンドは、まあ、両者ともパンチがあるということで緊張感のある立ち上がりになりました。さあワンツー打ち込んでいく。さあどうだ、うまく、これはちょっと足引っかかりましたね。安田も見ていました。やっぱりサウスポーとオーソドックスになると足の取り合い、足の位置の取り合いでね、はい、引っかかったりよくしますからね。左のジャブをついていくのは安田、一方右から左を狙っていこうというサウスポーの山中です。まあ、山中選手あの左がすごいって言われてますけど、はい、それを生かす右がうまいのでね、ちょっと惑わされるところがあると思います。はい、チャンピオンもそのあたり左だけに惑わされないようにという話はしていました。十分にその右のパンチも警戒しているチャンピオンサイド左、一方のチャンピオンの安田も、まあ、右利きではあるんですが得意なパンチ、強いのは左のフックです。タイトルを取った試合もその左のフック決まっています。左は山中、さあ距離を詰めていこうというところ、右のパンチ、いきなりの右のパンチを打っていきます安田です。このリードの取り合い、そして距離の取り合い、いや、水野さん、はい、これ両者の駆け引きがあるわけですね。ありますよね。どちらがインサイドから行くのか、一つあの外へ出るのかね、はい、そういう足の取り合いも面白いですよね。あ、なるほど、右から左、さあ打ち込んできた、山中打ち込んだ、山中のパンチが当たりました。少し足に取れた、左打ち込んでいく。さあいいパンチが当たった山中、ランス打ち返していく。ここは山中がいいパンチを2つ当てていきました。さあさらに打ち込んでいく。さあこのラウンドチャレンジャーの山中が攻勢を仕掛けていきます。残りは1分、第2ラウンドです。右、距離を詰めていくのはチャンピオン、しかし山中見ている。この山中の左ストレート、これはあの大和慎太郎が右とも分かっていてももらってしまう左なんだというふうに話していました。予想していたよりも伸びてくるというのが山中の左のストレートです。 KO のほとんどがその左のストレート、その一撃で決まるという山中。左、今日は1ラウンドでのノックアウトはなりませんでしたが、しかし5連続での KO 勝利を果たしているという山中です。残り時間がわずかになりました。第2ラウンド、第2ラウンドチャレンジャーのいいパンチが当たりました。第2ラウンドの山中のパンチです。麦車さんいかがですか。はい、いいパンチ入ってますよね。もう一つ踏み込んでいたらもっといいパンチになってたと思うんですけどね。なるほど、あともう少しの距離ですね。一発あったとさらに踏み込んでいきました。強烈な左ストレートを持っている山中慎介、11勝のうち7つが KO 勝利です。試合は第3ラウンドに入ります。第3ラウンドに入りました。日本バンタム級タイトルマッチの10回戦です。長谷川さん、第2ラウンドに山中いいパンチ当たりましたね。いい左当てましたね。2発連続ナイスボディ、はい、左のボディです。まあ、よくあそこで安田選手は返したなと思うんですけど、はい、まだでも2ラウンドなんで全然どっちがペースというのも今はまだ分からない状態ですから、
ああいうパンチが増えてくるじゃないですか。なるほど。ああ、右のストレート、これはチャンピオンです。チャンピオン安田の右のストレート。この安田のパンチなんですけども、同じジムの那城信夫選手も話していました。非常にもらうと嫌なパンチなんだというふうに話していました。これを浴び続けると非常に後半にダメージがたまるようなことになるというこの安田のパンチです。左、そして右も打ち込んでいこうという、山中選手はサウスポー普通右に回るんですけど、はい、結構逆に回ることが多いので、まあ、相手からしたら、だから安田選手からしたら非常にやりにくいんじゃないかなと思います。ああ、なるほど。あ、ここで少しカットがあったか。あ、山中が右の目の上をカットしました。山中が右の目の上をカット、少し目に入るような位置をカットしてしまった山中です。今ここでレフェリーが試合を止めてドクターがチェックをします。山中の傷なんですが、少し目の中に入るような位置をカットしているようです。今試合中でしたが、少し山中がその傷を心配するような表情を見せていました。この傷はバッティングによる傷だと。すいません。さあ、その傷はどうか。今試合が再開されます。血は完全には止まっていませんが、試合は再開されます。第3ラウンド、バッティングより山中が右目の上のあたりをカットしています。あ、今レフェリーからはホールドオン注意。さあ、この傷が新野さん、試合にどう影響してくるかですね。やっぱり安田選手はそこを狙いますからね。左、さあ、このあたりをチャレンジャー初タイトル挑戦、冷静にこの傷で戦っていくことができるか。経験ジム無敗のチャレンジャー山中慎介です。左から右かぶせていきます。伸びるパンチはチャンピオンの安田。左ストレート、左ストレートは山中です。なるほど、長谷川さん、確かに山中選手、こう左回り、そうです、ね、自分から見て左回りの方向に展開していくパンチ見せますね。そうですね、このパンチされるとやっぱ守りにくいんですよね。防御が非常にやりにくいんですよ。はい、だからもらっちゃうんです。左が伸びてくる山中のパンチ、左さあ伸びていく、伸びていく、まとめていく、まとめる、山中まとめる。安田冷静に見ている。安田はしかし冷静に見ています。ワンツー打ち込む、打ってこいという、そういったパフォーマンスを見せました。安田ムグノさん、パンチもらいましたが、はい、冷静ですね安田。そうですね、でもいいパンチ入りましたですね。さあ山中パンチをまとめ、左入っていくところに左を当てました。山中ラックまとめていく。第3ラウンド終了。このラウンドも山中のいいパンチが当たりました。社会に夢を、人に感動を、アンテナからテレビまで、製品開発からメンテナンスまで、確かな信念を持って次世代の情報伝送をトータルサポートします。意思あるところに道は開ける。私たちは DX アンテナです。世界王者決定、6大陸の王者が UAE に集結。初のクラブ世界一を目指すスター軍団、メッシが来た来た来た、立ちはだかる南米王者。激闘の全てがここにある。トヨタプレゼンツ FIFA クラブワールドカップ UAE2009 総集編、好評発売中。サッカー日本代表 FIFA ワールドカップ4大会連続出場決定。アジア地区最終予選、激闘の軌跡を収録。日本サッカーは今再び世界への扉を開いた。全てのサッカーファンに送る永久保存版 DVD、 日本代表激闘録、好評発売中。16歳でボクシングを始め、17歳でプロデビュー。キャリア10年で22戦16勝の成績。
去年9月に元世界チャンピオンであのパッキャオにも勝ったことがあるメッグンシンスラットに勝利し世界ランク入りしています。今年3月の王座決定戦を制しタイトルを獲得し今日が初防衛戦です。さあ第4ラウンドに入ります。第3ラウンドに偶然のバッティングによりまして山中慎介が右眉の上をカットしています。偶然のバッティングによる傷だということです。さあサウスポーとオーソドックスサウスポー同士の注目の一戦日本バンタム級タイトルマッチです。チャンピオンがオーソドックススタイル22戦16勝 13KO率 81%、 なにわの KO キングの異名を取ります安田美京です。ボディから顔面へとパンチを打っていきます山中です。今回の試合下馬評ではチャレンジャーの方が高いというふうにも言われている。しかし自分はチャンピオンではあるが挑戦者の気持ちで戦いたい、そう話していた安田です。左から右ベルトを守ろう、そんな意識ではないというふうに話していた安田です。右のパンチは安田。さあ山中距離が集まっている。安田選手ちょっと後手に回ったらダメですね。はい、自分からもう少し攻撃したいですね。第2ラウンドそして第3ラウンドに山中のいいパンチが当たっています。ただ長谷川さん、見ていても安田選手その後も冷静には展開していますよね。そうですね、まだ得意の左フック出してないんですよ、これは作戦で出してないのか、はい、出せないのから出してないのかちょっと分からないんですけど。なるほど、右のストレート、左のストレートが当たりました。山中の左のストレート、確かにここまでまだ得意としている安田の左のフックというのは出ていません。さあロープを背負った、この左のフック十分に山中も警戒し今回は右のガード、これはしっかりと最後まで上げていきたいと話していました。ジャルストレート、さあ試合は第4ラウンド、ちょっと後手に回ってますね安田選手、確かにこのラウンド少し手数が減っています。距離を詰めていこうというところ、まあ距離を詰めようとするとその山中の左手が飛んできます。そうですね、まあ少し今もポジションを移動させるようにそういったフェイントを加えながらパンチを出していきます。まあ、この右が山中選手のこの右がうまいんでね、なかなか距離も入れさせてもらえないと思います。あ、なるほど、これがタイトル初挑戦です山中。しかしアマチュアでのキャリアがあります。47戦経験しています。国体で準優勝という実績も持っている山中慎介。安田選手はもう一つ入りたいですね。あ、そうですね、やっぱり中入った方が安田選手はパンチ出せると思います。ここは少しバランスを落としましたがこれはスリップです。ここで第4ラウンドが終了です。日本バンタム級タイトルマッチです。いらっしゃいませ。彼女の部屋を花でいっぱいにしてあげたいんです。すごい、かしこまりました。はい、この花、確かな計画性っていう花言葉があるんです。へー、無理しすぎちゃダメですよ。自分に合った計画を立ててくださいね。彼女もこの方が喜ぶかも。ありがとうございました。キャッシングも無理のない返済プランで竹富士、ご利用は計画的に。サッカー日本代表 FIFA ワールドカップ4大会連続出場決定。アジア地区最終予選、激闘の奇跡を収録。日本サッカーは今再び世界への扉を開いた。全てのサッカーファンに送る永久保存版 DVD 日本代表激闘録、好評発売中。世界王者決定、6大陸の王者が UAE に集結。初のクラブ世界一を目指すスター軍団、メッシが来た来た来た、立ちはだかる南米王者。激闘の全てがここにある。トヨタプレゼンツ FIFA クラブワールドカップ UAE2009 総集編、好評発売中。社会に夢を、人に感動を、
アンテナからテレビまで、製品開発からメンテナンスまで、確かな信念を持って次世代の情報伝送をトータルサポートします。意思あるところに道は開ける。私たちは DX アンテナです。こちらは山中伸介と同じ帝拳ジムの青尾隆弘です。青尾隆弘と山中伸介はアマチュア時代に対戦したことがあります。アマチュア試合に最後にこの青に勝利したのが山中だという経歴があります。ラウンド5、さあ試合は第5ラウンドに入ります。日本バンタム級タイトルマッチ10回戦で行われます。試合は中盤戦の第5ラウンドに入りました。向沼さん、ここまで両者の対戦どうご覧になってますか？はい、五分五分ぐらいの、どちらもそんな大差ないですよね。開いてないと思いますよね、はい、まだまだ自分のペースじゃない、いいパンチが当たってないような状態ですよね。なるほど、まだまだ分からないですね。まだ試合は第5ラウンドに入ったというところです。ジャブをついていくのが左ジャブは安田美希夫、右が山中伸介、右のジャブをついていくのが山中伸介です。両者ともハードパンチを持っています。一発で試合が終わる、そんなパンチがある両者の対戦。左から右、ワンツーを打ち込んでいきます。長谷川さん、はい、長谷川さんは安田選手とスパーリングの経験があるということなんですよね。そうですね、やっぱしさっきも言ったように左フックが非常に強い印象がありますね。あとやっぱ頭がいいんで、はい、同じパンチを2回も3回も食らわないように、そのラウンドそのラウンドで変えてくる、スパーリングの時はそういう感じでしょう。あ、なるほど、ツー、まあ、そういった意味でも今回はサウスポーを迎えていますが、瀬川選手のそのスパーリング経験があるという意味ではサウスポーに対しての自信も十分に持っているという安田美希夫です。左のジャブを伸ばしていきます。右を打つのは山中、左、しかしここで打ち終わりを狙ってきた山中です。さあここも距離を詰めてプレッシャーをかけていくのはチャレンジャーの山中、少しロープに振られる形になりました。安田、さあ距離を詰める、ただ距離を詰めていって距離が縮まると安田の左も飛んできます。このあたりは山中も十分に警戒しなければなりません。リング中央に戻っています。チャンピオンやっぱり届いてないですよね、右ストレートがまだ。そうですね、やっぱりちょっともうちょっと下から攻めても面白いんじゃないかな。なるほど、ボディーボディーでね、もうちょっとそれで距離を縮めてから、右ストレート、はい、でもいいと思うんですよね。ちょっといきなりのワンチャンピオンじゃないですからね。ガードをしっかり固めて狙っていこうという安田ですが、そのガードを吹き飛ばして左を打っていった山中、右のストレートは安田です。確かに右のストレート伸びるには伸びているんですが届かないと。そうですね、少し距離が足りていないという安田のパンチ、右のストレート。そうですね、ちょっと安田選手ボディー回らないですね、今は少し浅めではありましたがパンチ当たりました。安田の右、左当たった山中、右打ち上げる、さあ山中ワンツーは児玉です、失礼、安田です。第5ラウンドが終了しました。社会に夢を、人に感動を、アンテナからテレビまで、製品開発からメンテナンスまで、確かな信念を持って次世代の情報伝送をトータルサポートします。意思あるところに道は開ける。私たちは DX アンテナです。世界王者決定、6大陸の王者が UAE に集結、初のクラブ世界一を目指すスター軍団、メッシが来た来た来た、立ちはだかる南米王者、激闘の全てがここにある。トヨタプレゼンツ FIFA クラブワールドカップ UAE2009 総集編、好評発売中。サッカー日本代表、
FIFA ワールドカップ4大会連続出場決定。アジア地区最終予選激闘の軌跡を収録。日本サッカーは今再び世界への扉を開いた。すべてのサッカーファンに送る永久保存版 DVD 日本代表激闘録好評発売中。いらっしゃいませ。あの、彼女の部屋を花でいっぱいにしてあげたいんです。すごい、かしこまりました。はい。え、この花、確かな計画性っていう花言葉があるんです。へえ。無理しすぎちゃダメですよ。自分に合った計画を立ててくださいね。彼女もこの方が喜ぶかも。ありがとうございました。キャッシングも無理のない返済プランで。竹藤、ご利用は計画的に。大阪住吉区民センターは超満員ということになりました。そしてチャンピオン、チャレンジャーに対して大きな声援、地元の安田に対して、そして滋賀は湖南市から今日は山中に対しても250人の大応援団、両者に対しての声援が送られています。日本版サム級タイトルマッチです。完全に血止まったみたいですね。そうですね、あの血が出た時は山中選手ちょっと慌ててたんですけどね、はい、もう今大丈夫ですね、落ち着いてますね。第3ラウンドに偶然のバッティングにより右の目の眉の上のあたりをカットしました山中です。しかしその血は止まっています。ワンツー安田、安田が右のストレートを先ほどのラウンドから伸びるようになってきました。ただ麦沼さん、はい、あとちょっと伸びればというところですね。そうですよね、まだあのもう一つ見ることないですよね。はい、ボディボディ、左が当たらないんだ、すみません、右が当たらないんだったら左フックを、ね、返してもいいんですけどね。はい、ただそういった意味ではまだ左のフックは出てきていませんね。長谷川さん、少しそのあたり不気味さも感じるほど左フックをまだ封印しているという安田です。これは作戦なんですかね、なかなか打てないから打てないのか、どっちが気になりますね。どうなんでしょうか、そのサウスポーに対して左フックを打っていくというのは。まあ、確かに、右同士とやるよりは非常に打ちにくいとは思うんですけど、まあ、安田選手ぐらいうまく打てる選手なら打てるとは思うんですけどね。はい、まあ、あの長谷川選手と の, そのスパーリングの中でもその左フックというのは出してきたわけですよね。そうですね。さあ、いつ安田はその左フックを出してくるのかどうか。ボディ山中、この辺りガードを固めてというボクシングをしています安田です。ここから何かを狙っていこうというチャンピオンの安田のボクシング。ハーフタイムが過ぎました。第6ラウンドです。右のストレート、左ストレート、山中の方がやはりそのストレートという意味ではしっかりと距離を捉えています。そうですね、でもなかなかまだまだ攻めきれてないですよね。チャンピオンがガードを固めてしまうとなかなかやっぱ手が出ないみたいで、間が空いてしまう、まあね、時間が空いてしまうんで、はい、やっぱりまだまだチャンピオンのパンチを警戒してるんでしょうね。なるほど、確かに一発当たれば試合を止めるというパンチを安田チャンピオンも持っています。まあ、ちょっと今まで左で倒してきているので、返しの右フックをあまり打たないんですよ。はい、だこの返しの右フックを打ってればもしかしたら、もっといいパンチを当てれてるかもしれないんですけど。なるほど、田中選手はもうワンツーで終わっちゃうんでちょっともったいないと思うんですね。左のその後の返しですね。そうですね、やっぱり距離が近いですからね。はい、サウスポーの右フックですね。その右のフックまで当て、左この後、今は左のストレート当たりました。ただ当たってもその後安田がすぐに前に向かってくるというような動きを見せます。あ、安田のパンチを追っていく、右右追っていく安田、チャンピオン持っていく、右のストレートパンチを追っていくのはチャンピオンです。ちょっと角度を変える、今ちょっと正面同士だったんで変えた方がパンチが当たりましたですよね。はい、第6ラウンドが終了です。安田をリングに向かわせるその原動力にもなります。いつも自分を支えてくれる家族、7年前に結婚した妻のマリコさん、そして長男の幸太郎くん、次男のカンタくん、家族のためにも負けられない、そう話していた安田美希夫。家族のために初防衛なるか。第7ラウンドに入ります。さあ試合は第7ラウンドに入りました。日本バンタム級タイトルマッチです。
チャンピオン安田美希代、 WBC バンタム級7位、世界ランカーでもあります。一方チャレンジャーの日本バンタム級1位、トップコンテンダーの山中俊介、左未だプロ13戦無敗、負け知らずです。負け知らずのままタイトル獲得となるのか。左ストレートだー、左の一発、左の一発、チャレンジャーの左、山中の左が決まりました。さあチャンピオン立つことができるか、チャンピオン立てるか、チャンピオンは立てるか。さあチャンピオン立ち上がった、残りは1分40秒。さあチャレンジャー山中、左の一発が当たった。さあ残り時間は十分に残っている。パンチを求める、パンチを求める、ここで試合が止まった。山中俊介無敗のまま日本バンタム級タイトル獲得。山中俊介が大阪でタイトルを獲得しました。日本バンタム級チャンピオン第65代のそのチャンピオンに輝きました。 KO 勝利でのタイトル獲得です。一方安田美希代、残念ながら初防衛はタイトルを守ることはできませんでした。 TKO により日本バンタム級新チャンピオン山中俊介。山中俊介のその新チャンピオンとしての名前が大阪住吉区民センターに響き渡りました。インスペクター岡根秀信さん、はい、やはり山中は左の一発があります。一発ありました。でもなんかちょっとふっとしたような瞬間がありましたですね今ね、あのチャンピオンがロープに持たれるのか持たれないのかなというところに、やっぱ一発左バージョンがグッときたような感じですね。なるほど。そして長谷川さん、はい、安田も、まあ、最後までいいファイトは見せていましたが、そうですね、よく頑張ってきたんですけど、まあ、最後の左ストレートはもうすごいですね、あのキレのある、はい、もう魂のこもった一発だったと思います。なるほど。ロープに追い詰めて、そして得意の左のストレート一閃、見事にそのパンチを決めていき、腰にベルトが巻かれました。山中俊介です。大阪地区において、そして今敗れたチャンピオンの安田はリングに向かって頭を下げてというところです。財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー林優子代表、おめでとうございます。今リングを降りていきます安田美希代です。初防衛戦という今日の試合でした。家族の声援を受けながら今日の試合に臨みましたが、しかし残念ながらタイトル防衛はなりませんでした。ただ麦沼さん、はい、まだまだ安田選手も楽しみな選手ですからね。そうですよね。もう少し接近戦でね、細かく打つボディもね、今回入れてたら面白いあの展開になってたんかなと思いますし、はい、まだまだ気持ちも強い選手ですからね、まだまだいけると思いますね。そうですね。そして山中俊介です。これで6連続 KO 勝利ということになりました。長谷川さん、この結果も見事ですね。はい、そうですね。まあやっぱり左ストレートですか。もうすごい綺麗ですね。まあ強いチャンピオンになると思います。見事な KO 勝利ということになりました。それでは新チャンピオン山中俊介選手にお話を伺います。新チャンピオン山中選手、今の率直な心境を聞かせてください。まあ、もう本当嬉しいの一言です。ありがとうございました。チャンピオン、今のこの勝利を誰に一番伝えたいですか。伝えたいのは本当、まあ、もう本当応援してくれる人を、まあ、遠くからいっぱい来てくれて本当ありがたいです。あと提言ジムの本田会長並びに提言ジムのスタッフの方々、本当にありがとうございました。相手の安田美希代選手の印象を聞かせてください。安田選手は試合のビデオを何試合か見させてもらってるんですけど、ちょっと全然左フックだけのイメージがあったんですけど、もう右もタイミングいいし、左ジャブもタイミングいいんで、ちょっと戸惑ったところはありましたね。はい、
山中選手、今後の夢を聞かせてください。まあ、夢は世界チャンピオンになることなんで、はい、一応、はい、一歩ずつ上がっていって、まあ、認められるように頑張ります。はい、チャンピオン、最後にですね、今日もたくさんのファンの皆さんがこれだけご声援を送ってくださいました。ファンの皆様に一言お願いします。今日はちょっと倒すまで面白くないボクシングやったと思うんで、もっと、自分から行って積極的に行って、もっと魅力のある選手になりたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。日本バンタム級新チャンピオン、山中慎介選手でした。山中慎介からもその世界という言葉が出てきました。今回のこの日本タイトル、自分にとって避けては通れないタイトルなんだというふうに話していました。このタイトルをきっかけにして世界にまで行きたいという山中慎介ですが、ムグルマさん、はい、まあ、世界を目指してという意味ではこの山中いかがですか。やっぱりあの左だけではね、やっぱ世界いけないと思うんですよね。はい、やっぱり右のパンチをもう少し混ぜながらですね、やっぱり自分のその左を生かすような、やっぱ右フック覚えていってほしいですよね。まあ、強いチャンピオンになると思いますね。まあ、今回安田選手は世界ランカーでしたので、その世界ランク入りというのも長谷川選手見えてくるわけですよね。そうですね、日本チャンピオンになったらやっぱ世界ランキングも負けで入ってくるので、はい、この左ですね。やはりこの左、右を軽く当てた後、まあ、安田選手もガードを出そうとしていたんですけども、そこの間を縫っていくというような、まあ、やっぱ須田選手もやっぱダメージが少しずつ溜まってたので、はい、それもあったと思います。なるほど。本日は会場入り口、結局最後はパンチをまとめてということになりました。あ、今日は定見ジムからチャンピオンの西岡俊明選手、そして浜田代表、そして本田会長も駆けつけていたというようなことです。日本バンタム級タイトルマッチ10回戦、今日の試合は山中慎介が勝利し、チャンピオンに輝いています。